ブリーチサプリとは、先発時の脱色に使用するブリーチ剤と併用することで紙へのダメージを軽減することを目的としたサロン向け業務商品。商品正式名称は TR&D ブリーチサプリメント。TR&D はチームオブリサーチデベロップメントの略称。販売元は株式会社ディオパートナーズ。製造販売元はコアフロント株式会社。 従来のブリーチよりもダメージを軽減できるケアブリーチの一種。ブリーチサプリ以外に R ブリーチ、ファイバープレックス、オラプレックスなどがある。美容室、サロンにおいてはメニュー名として使用されることもある。シリカ、塩化 CA、酸化 CA、塩化 NA、塩化 MG、酸化 MG、水酸化 AL、加強型ゼラチン、酸化鉄からなる。 パウダーブリーチとブリーチサプリ2液を一定比率で調合して使用する。頭髪への塗布量は多めを推奨している。なお、薬剤の放置時間は20から30分。脱色作用を、脱線作用を頭髪に施す。その際、急激にラジカルを発生。メラニンだけではなく頭髪のタンパク質も破壊する。この急激な反応とラジカルの発生量がダメージにつながる。 メリット頭髪の内部の色素を分解することにより、一度のブリーチで大体の紙質の人が15レベル以上の明度になる。この明るさはカラー剤だけでは到達しない明度である。また、薬剤の反応時間が早く15分ほどで明るくなる。デメリット薬剤を反応させる際にタンパク質も分解することになり、肺ダメージにつながる。海洋ミネラルと 生体材料である過粧ケラチンを組み合わせることによって、ラジカルの急激な発生の軽減、頭髪のタンパク質以外の一部分のみ反応させることを可能にした。そのため、通常のブリーチ必要以上のタンパク質の分解を抑えることができ、ダメージを95%軽減できると歌うものもある。また、ブリーチ独特の匂いや、カラージの頭皮への刺激も少なくなっている。 メリットタンパク質の分解をブリーチサプリが抑えるため、ブリーチ手術後のダメージをほとんど感じることがない。また、希望の明度をデザインするために数回ブリーチサプリを続けてもダメージレベルを抑えたままより明るくすることが可能。デメリット薬剤を反応させる際に、ブリーチに比べ反応スピードが遅いため、希望の明度にするのに時間がかかる。 薬剤の放置時間は20から30分。紙質にもよるが、一度のブリーチサプリで到達する。明度は13レベル前後。ありがとうございます。